シアンカーン生物圏保護区はメキシコのキンタナロー州にある自然保護区である。ユカタン半島のカリブ海沿岸地域に広がる生物圏保護区で1987年にはユネスコの世界遺産に登録された。メキシコの世界自然遺産の中では最初に登録されたものである。シアンカーンはマヤ人の言葉で天空の生まれた場所を意味する。 石灰室の洞窟が崩落してできた窪地の泉、いわゆる瀬能手が多く形成されており、マヤ人たちは、生贄の儀式を行うのに用いていた。このため、生物圏保護区内には、マヤ文明の遺跡も残っている。シアンカーンは、北緯19度05、20度07、成形87度22、88度02に、位置している面積528,147。 ヘクタールの保護区である。キンタナロー州の2つの地方自治体、フェリペ・カリジョ・プエルト・トトゥルムに属している。シアンカーン生物圏保護区は、ユカタン半島にあり、地表は主に石灰石で覆われている。また、海岸線には、カリブ海大観賞に属している、サンゴ礁が広がっている。この大観賞はベリーズサンゴ礁保護区などにまで、つながっている、大きなものである。 シアンカーンの海岸には白い砂浜が広がり、小さな湾やマングローブ林等が見られる。こうした特徴的な地形のそれぞれが様々な植物症や動物症を育んでいる。5から10月の雨季には保護区の75%が浸水する。熱帯雨林帯にはベアードバク、オジロジカ、クモザル等が生息し、セキコにはオオフラミンゴ、ベニヘラサギ等が生息している。 また、海域には、魚や、ロブスターなどの他に、アメリカ軍艦鳥アメリカマナティ島も暮らしている。気候は高温湿潤で、夏は雨季である。カリブ海沿岸に面している地理的条件によって、シアンカーンは6月から11月の間、ハリケーンの被害を受ける。また、地下水位の高い水はけの悪い土地のため、雨季には、かなりの地域が、洪水に見舞われる。 キントナロー州は、この数十年のうちに、メキシコ屈指の主要観光地に変貌した。また、シアンカーンの北には、高級リゾート地として、国際的に著名な観訓もある。そうした中で、シアンカーンやその周辺でも開発が進み、海洋汚染、樹木の乱抜、焼き肌の拡大などが問題となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。